赤番を迎えるところで、西日本勢前の位置変わっていませんが、5番野口博士、小西に並びかけてくるところ、小西は送りそうで、4番菊池武と後方展開から踏み上げていきました。関東勢とさあ野口博士、南関勢、関東勢真っ向勝負の様相です。残り1周半で菊池がわずかに前ですが、野口が踏み直して阿部大輝が遅れた。7番佐藤隆二が3番手、南関東勢好アシスト、菊池武とは裸二軒になりました。前受けだった6番小西春樹は6番手まくり勝負、菊池がペースを落としての逃げで、5番の野口が2番手絶好の展開からですが、6番小西春樹がぐーっとまくっていって、今度は前段を一飲みか、野口も合わせていくが、6番小西春樹、小西春樹、野口交代で阿部聡、西日本勢が出た。そして1番新田康人が切り替えて迫って、内4番菊池武と粘る。最後3番阿部聡かわしてゴール。3番阿部聡の差し切り。